サンサバ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6131人であり、2000年の6186人から0.9%減少した。軍庁所在地はサンサバ町であり、同軍で人口最大の町でもある。軍名は軍内を流れるサンサバ側にちなんで名付けられた。 1889年にアメリカ連合国元大統領ジェファーソン・デイビスが死んだ後、サンサバ軍の南軍退役兵の会が、ウィリアム・ P ・ロジャーズ・キャンプと呼ぶ支部を結成した。ロジャーズはジョージア州生まれで、ミシシッピ州で起こったコリンスの戦いの英雄だった。ロジャーズがサンサバに住んだことはなかったが、娘のファニーが、ロジャーズの部下であるジョージ・ハリスと結婚し、 1880年に移ってきた。元軍判事であるハリスが岐阜の名前を取ったロジャーズキャンプの指揮官となった。この組織は1930年代初期まで続いた。1880年代、同友会のように組織された自警団が軍内の多くの開拓者を殺した。1896年、テキサスレンジャーが捜査を開始した。 サンサバカウンティニューズの編集者アルース・エム・サンダーソンが、このホートに対する論説を展開した。最終的に、レンジャーのビル・マクドナルド大員と、地区検事の W.C. リンダーが、ボート組織を解散させた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1138平方マイルで、あり、このうち陸地1134平方マイル、水域は4平方マイルで、 水域率は0.33%である。ミルズ軍とサンサバ軍軍境にかかるリージェンシー吊り橋から見たコロラド側以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍内にはテキサス州で唯一の通行できる吊り橋がある。1939年に建設されたリージェンシー吊り橋であり、軍北部のコロラド側にかかり、 農場市場直結道路505センチ近くにある三サ,サバ側にかかる1896年に建設されたビバリッジ橋はテキサス州で2つしかない通行できる吊り橋の一つだったが2004年にコンクリート成橋に置き換えられたビバリッジ橋が架け替えられ歩行者用橋として公開されて以来ありがとうございます